林ひろしの敵。で丸いものは何でしょう。早く言ってごらん。いちご。いちご。リンゴ。リンゴ。他に赤くて丸いもの。み。太陽。太陽か。な日本は太陽。そうだ。夕日が赤いんだな。他に赤くて丸いもの。何？み。うん？み。何のみ？梅干し。梅干し。いいね。じゃあね、黄色で丸いもの。レモン。レモン。他にどんどん言って。黄色で丸いもの。ない？ない。本当？ウリなんかそうなんだけどな。緑で丸いもの。緑で丸いものなんですか？スイカ。いちご？スイカ。スイカ。メロン。メロン。他に？あんまないか？あんまないんだな。青は？で、私たちの世界は色がついてるんですね。色のない世界は。私ピンクの世界見たいな。ピンクの世界。女の子はピンクが好きになるんだってね。これは何だかわかるか？林先生。そう、これね、こっちからこう合わせるとね、林先生になるんだよ。ペルペルペル。林ペルペルペル。でもこれじゃつまんないから色をつけてみるな。目がないのか。足ペロペロバーペロペロバー。もっと悪いこと教えてやろうか、うん、使っちゃダメだよ。講談師。講談師。こら講談師。こら講談師。講談師じゃないなんだ。お前お前ら誰にそういうこと教えてもらうことになるんだ。男前なんて言うんじゃないんだ。男前。悪いこと言ってないもん。誰がそう嘘言ったの。悪い方は。誰がそういう嘘言ったの。じゃあもっと悪いこと教えてるか。使っちゃダメだよ。べっぴんってのは女の人に使うの。でも言っちゃダメだ、お母さんにべっぴんだなんて。言ったけどお母さん、いい言葉だよ、べっぴんって。誰がそういう嘘言ったの。いや、そういうの、お母さんね、そういう言葉を使ってほしくないから、いい言葉だよって嘘言ってんの。じゃあもっと悪いこと教えてるか。これ絶対言っちゃダメだよ。2枚目。あれやった、先生に言っちゃいかんよ、まだ。2枚目。うるさいな、お前。2枚目。べっぴん。べっぴん。べっぴん。男前。うるさいな、男前。もう、勉強やらんとんのやったら。僕のこと男前だなっていう。あれ、会ってないよ。会ってない。もう知らんわ、僕は。みんなが変なこと言うからおかしくなっちゃったじゃないか。男前。べっぴん。べっけ。べっぴん。べっべ。ほら、こうすると色がついちゃったの。もういい。僕のこと男前だなんて嫌がって、この野郎。嬉しい。嬉しくないよ、全然。嬉しい。あ？嬉しいやった。で、色を取っちゃうよ。色を取っちゃうよ、木の色を取っちゃうよ。じゃあこうなっちゃう。あ、屋根の色を取っちゃったよ。で、今度は全部取って。全部取っちゃう。 色を取っちゃうとね、寂しい世界でね。空も取っちゃうよ。いやー、誰だっけ言ったらさ、いや山も取っちゃって、こうなってしまいました。いや寂しいですね。楽しくないでね。そう。そこで今日は皆さんに色を塗ってもらおうと思うんですけど、ちょっと見てほしいんですがね、公認先生のプリントがあるんですね。ここにこういう絵があります。こっち見てよ、うん、ここにあるのはお昼の絵です。どうしてお昼かというとね、お日様が出てるので、ここにある絵はね、これ夜の絵です。どうして夜かと分かるかというとね、ここにお星様が出てるのね。これはね、寒い寒い冬の絵です。どうして寒い冬の絵かというと、雪が降ってそう、雪が降ってますね。雨、これは雨ですね。まあ、今日はね、下はまだいいからな。これから皆さんに色を塗ってもらいますが、
これは明るいお昼の絵にしてください。いい？色を塗ってないから。でこれは夜の暗い夜の絵にしてください。いいですか。でこれは寒い寒い冬の絵にしてください。はい、ここは雪が降っています。ここはこの4枚目の絵はこれは雨の絵です。雨がザーザー降っていますね。え、昨日一昨日大変な雨が降ったそうですね。わかりましたか。はい、よし、じゃあ今ね色を持ってきてますから、ね、だけど約束が一つあるんだけど守ってくれる。一つ、お隣の真似をしないこと。男前って。男前だ。見てる人の後は。はい。誰のこと言った？はい。お父さん分かるぞ。はい。また。はい。これはもうあげからね、みんなに使え。うわー。そうか。あれまだ持ってる。いいよ、持ってけそれはみんなに使うから。これ持ってるお家にある。いいよ。持ってていいのこれ。今日お家しか使わないから。これ持ってていいのお家。もうまず色塗ってからね。あ、これで、あのね、いい？お家持ってるんだけど。じゃあいいか。おしゃべりしない。おしゃべりしてね、この色はダメだってみんな真似しちゃうからさ。じゃあそのペンを出して、いい？出し方してるから、こう上をね、こうね、ちょっとくっついてるんで。あ、ここだ。このセロテープもくっついててね、ここで開けてあげる。待って、ちょっと開けてみちゃう。開けた。開けれない。開けたの。開けれた。開けれた。開けた。出た。開いた。塗ってもいいの？じゃあ約束守れるか？うん。一つ、静かにやること。二つ、お隣の人の真似をしないこと。で、皆さんは、この4枚の絵、まず上だよ。いい？もう一回説明するよ。4枚の絵だよ。これがお昼の絵です。見える？うん。これが夜の絵です。見える？うん。これが、雪の寒い寒い雪が降ってる絵です。はい。これが雨の絵です。でも、色が塗ってありません。そこで皆さんに色を塗ってもらいます。約束、しつこく言いますよ。お口を閉じてやること。いい。二つ目、こういうふうに横を見て真似しないこと。自分で考えて塗ること。どうすればお昼の絵になるでしょうか。どうすれば夜の絵になるでしょうか。どうすれば寒い冬の絵になるでしょうか。どうすれば雨の絵になるでしょうか。色を塗ってみてください。